ドリームチェイサーです。今回はリクエストいただいたケーキを作っていこうと思います。今回のイラストは黒糖地編のものを使います。この2種類で迷ったんですけれども、ちょっとこちら画質が荒くなってしまって細かいところまでうまく表せるか心配なので、今回はこちらのイラストをケーキにしていこうと思います。アンソロジーコミック。公式のアンソロジーコミックの表紙ですね。これをケーキの型の大きさに切ったオーブンシートにこのように書き写しました。こちらをこのケーキの型の下にこのように裏返して乗せて、その上にジップロックなどのフリーザーバッグを重ねます。こちらも同じ大きさに切ってあります。そして2、3箇所絵の重ならない部分にこのようにくっつけて留めてください。この状態で、爪楊枝を使って溶かしたチョコレートでラインを引いていきます。はい。では早速、チョコレートでペン書きしていきたいと思います。私は右利きなので、右から左の方が綺麗にいきますね。左利きの方は逆側から始めた方がやりやすいと思います。チョコレートをうまく伸ばして、線を引いていきます。今回まっすぐの線が多いので、綺麗に描くのが大変ですが、頑張っていきたいと思います。はい、まずは普通のチョコでのペン入れが完成しました。この状態で30分ほど冷やし固めて、その間に赤いチョコペンを温めておいてください。次に、その赤いチョコペンで文字を書いていきます。はい。では、黒い方のチョコレートがしっかりと固まったので、今度は赤色のチョコペンで文字のところに入れていきます。なるべく手早く作業をしないとチョコペンはすぐ固まってしまいますので、なるべく暖かい部屋で文字をこのようになぞるようにしたら、細かい部分はこのように爪楊枝で広げてあげるようにしてあげるといいと思います。結構すぐ固まってしまいますね。もう一気にチョコペンでいっちゃおうかな。このように描いていってください。このように書き終わりました。もう書き終わった頃には全体的にほとんど固まりかけてる感じで、もう一回書き留めてしまったチョコペンは、もう一回油性に書けないと治んないぐらいになってますね。そして、ここからちょっと重要な作業なんですが、端のところを削って、ラインをきれいに出してください。文字のところなので、特にこの文字が特徴的だったりするので、このようにちょっとはみ出た部分は軽くこのように削って、削り取るような作業をして、綺麗にラインを整えてください。そしたら冷蔵庫でまた30分ほど冷やし固めてしまいます。その間に色付けの準備をしましょう。生クリームを6、7分立てぐらいに泡立てて、製氷機など、小さな色分けのできるようなものを用意して、その中に生クリームを入れておいてください。あと、食紅もお水で溶いて用意しておいてください。では、色を作っていきます。今回用意した色は、抹茶で用意した緑、そして赤、青、黒、黄色になります。黄色は赤と混ぜて肌色を作って肌の色に使います。そして赤は帽子の場所。そして、緑はお洋服とか帽子ですね。で、髪の毛と目の色が青になりますね。
少量で済むものから先に作っていきましょう。髪の毛の青、濃いめの青ですね、作っていきます。ちょっとだけ黒を混ぜます。はい、凍ると濃いめの色で出るのでこんな感じで OK にします。赤ですね、赤はほんの少しなので後で生クリームにつけて先で色を作っていく感じにしましょう。そして肌色ですね、肌色は赤少しと黄色を混ぜて肌色を作ります。もうこんな感じで OK です。そして緑は、ここに入れるように作ったので、この中にクリームを入れてしまいます。ちょっと薄めの色を使うときに、こっちの汚れてしまった方のクリームは使います。薄い感じの緑はこれでいいと思います。濃いめの方はちょっと先に足して、色を作っていくことにしましょう。はい、こちらの肌色なんですが、やっぱりちょっと黄色っぽすぎたので、少しだけ赤を足しました。あとは刀の色ですね。刀のところの灰色を作ります。はい、ではこちらで色付けをしていきます。普段は下絵を外しているのですが、今回は色の濃い部分などのラインを少し取ってあるので、このまま色付け作業をしていきます。まずは、では色の濃いところを作りましょう。このように濃い色を作ったら、斜線を引いたところに乗せていきます。こんな感じで、まずは色の濃い部分に乗せていきます。はい。濃い部分、細かい部分を塗り終わったのがこちらになります。あとは薄いグリーンをこの部分、そして銀色ですね。あと肌色の薄い部分を塗っていけば完成です。このまま塗り進めていきます。はい、色付け完成しました。この状態で冷凍庫で約1時間ほど冷やし固めます。そしてその上に8分立てぐらいに泡立てた、しっかりと泡立てた生クリーム、先ほどの植物性クリームの残りですね。こちらを重ねて、さらに2時間ほどしっかりと凍るまで冷やし固めておいてください。その間にケーキの準備をして上に乗せるだけの状態まで作っておいてください。はい、では仕上げの作業をしていきます。こちらケーキ周りまで生クリームでコーティングしてあります。こちらに冷凍庫でしっかりと凍らせた絵の方を乗せていきます。型の周りを温めてそこからゆっくりと外します。ゆっくりと型を上に乗せて周りのテープを外します。そして型をゆっくりと持ち上げます。下絵を取り外して上も外します。今回初挑戦した文字のところをチョコレートで描くという作業なんですけども、やっぱりチョコレートが少しでも浮いて中に生クリームが間に挟まった状態になってしまうと、このように薄くなってしまいますね。ただやっぱり今回はこの絵の中に文字をなじませたいということだったので、これで良しとします。では飾り付けをしていきます。今回は生クリームをのせたところの境目をなくすように生クリームでこのようにならすだけにします。境目のところに合わせてこのようにくるりと一周してまっすぐにならしてください。はい、そしてちょっと血の感じというか、あまり甘い感じの絵にしたくないので
ちょっと絵を締めるためにラズベリーパウダーといちごの乾燥したいちごですねをちょっと散らしていきたいと思います。こんな感じでいかがでしょうか。お好みで周りにも振りかけてもかっこいいかもしれません。ということで今回はリクエストをいただいた極都寺編のキャラケーキを作ってみました。リクエストお待ちしております。コメント欄にどうぞよろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバイ。